新大宮駅は奈良県奈良市芝辻町4丁目にある近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は A27。奈良市内の平用軌道区間の地下化の際に大和西大寺駅と近鉄奈良駅間に新設された駅である。当駅が開業する前、大和西大寺駅と近畿日本奈良駅の間には油坂駅が存在し、油坂近畿日本奈良間は 平用軌道であった。平用軌道の存在は、奈良線の高速化を妨げ、さらにモータリゼーションが進展すると渋滞が頻発する原因ともなっていたため、奈良市内の都市計画事業の一環として地下化工事が実施された。油坂駅はこの時地下に移設される区間上であったために廃止され、その西側に設けられたのが当駅である。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。 ホーム有校長は重量。改札は上下線で別になっており、奈良駅ホームのみ、ラッシュ時限定の臨時改札口が設けられている。近鉄奈良駅管理の有人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び、自動生産機が設置されている。特急券、定期券は専用の自動券売機で購入可能である。駅ホーム近年の1日あたりの乗降、乗車人員は、下記の通り、 奈良市長、JW マリオットホテル奈良みなあら駅周辺は、大宮通りを中心とした観光庁のほか、企業の支店や営業所の入ったビルが立ち並ぶ、ビジネス街となっているが、居酒屋、スナックレストランなどの飲食店も多く賑わっている。乗り場が4カ所、3つの停留所に分かれており、奈良交通によって運行されている。北川ロータリーに、新大宮駅北口、南口に、 新大宮駅前、国道369号沿いに、新大宮駅のリバがある。令和2年度奈良市統計書、統計なら、第12章通信及び運輸金鉄乗車人員、ABC 近畿日本鉄道株式会社、近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道、2010年12月、302から303ページ。全国書誌番号。 二千百九十万六千三百七十三。A.B. ソネサトル。週刊歴史でめぐる。鉄道全路線大手市鉄三号近畿日本鉄道。二朝日新聞出版。週刊朝日百科。二千十年八月二十九日。十一から十三ページ。ISBN 九百七十八から四から零二から三十四万百三十三から四。平成十九年四月一日から。 近鉄主要路線で、IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。http www.kintetsu.jp スラッシュニュース iccart－ 二零零七零一三零。pdf 二零一六年三月三日閲覧。 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 p 7 0 p 8 7ハ a ト a b 駅の情報新大宮近畿日本鉄道2021年4月16日閲覧 AAB 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 P206, P215, P220, P229, P364, P373, P376, P385, ハットエビ近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更後、P186, P205, P344, P362 駅別上行人員なら線。 近畿日本鉄道奈良県統計年間奈良市統計所統計奈良ありがとうございます。